通自分が通学などで公共機関を使うときに意識することです。車両に乗車したらまず自分に一番近い扉や窓を確認する、うん、緊急時の離脱経路を考えておく。すごい、うん、同じ車両に同じ車両にどれくらいの人数がいてどんな人がいるか確認する。すごい、人々の挙動、特に手や目つきの様子に注意して観察する。周りの人間から一定の距離を取る。視覚に立たせない他のアドバイス等あればよろしくお願いします。十分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 そんだけでは十分。学生さんですか。すごいすごいっすね、うん、通学学生さんっすね、うん、まあそういった考えを常に持ってる人っていうのは防犯がもうできてる。この知る限り一人しかいないですよ。一人誰ですか。ゴルゴ13。ゴルゴ13。ゴルゴ13。まあね、後ろに立つなってやつ、ね、こんだけやれば私らよりやってるかもしれないですね。いやすごいすごいすごいですよ、うん、本当にすごいと思うんで、それを続けてもらうのがいいかなって、ね、うん、思いますね。やっぱね、隙作らないってことですよね。、うんうん、そこが不意打ち食らったらもうどうにもならないんで、うん、うん、そこですね。すげえな、はい、感心する。